ちは。ご飯食べないの？うん。なんで？ほら、お腹すいた。危ない危ない怖い。エチエチだって。えどこがやねん。上に、あ、美味しそう。あ、危ない、ね、危ない本当に。なんで手元ゆるゆる。手元ゆるゆる。はい、今日はえこれさ、ソースないの？え、あるっしょ。ないよ。え、多分困ってないのかな。あったあるでしょ。ちょっと頑張る。餃子早めに食べといた方がいいよ。抱きしめられたらよりエンドロールの方が歯が裂けてる。確かに。餃子を食べます。見て差し入れ、じゃーん。明日レッスンなの知らなかった。明日も知らない。うん、やったやった。毎日ちやんなくていいの、ショールーム。いいよ。なんで？なんで？いつも夜？うん。夜の女なの？夜の女。11時とかにやっちゃう。え、11時とかの方が喋りやすい。夕方とかちょっと恥ずかしい。恥ずかしいのかな？喋れない、全然。大好きなキクラゲ。おいいね。なるほど。キクラゲ、おいしいね。今日の夜の髪型は、うん、何すんの？何にすんの？今日何しようかな。準備準備の忘れ物。
え、やばい、君を食べたい、だってやめて、食べないでください。美味しくないよ。変なコメント拾っちゃうんだよね。なんで？拾っちゃう。武道館後の僕隊のツイッターのリプラに、畠山ちゃんがコメントしたって返してはあげてほしいな。どれ見して。え、嘘。武道館後の僕隊の、嘘。それはね、実は一発ダメちゃんアバター出ただって。おい、すごい。ユーティーゼータさん、たくさん欲しい、ありがとう。きっと美味しいよ、君だって。誰誰誰誰、どこ、アミちゃん食べたらなくなっちゃうよ。あ、マサイちゃんだけ返してる状態になってる。え、私マサイちゃんのリプは気づいたの。え、何日目？国体。全然分かんなかった。あ、来てるよ。嘘。え、4日前私リプいつ返してる。5日前でしょ。1日経っちゃってる。後で返しとく、ね、一緒に撮りたいなって思ってる。かわいい。なんて、なんて、一緒に撮りたいなって思ってる。新しい、かわいい。かわいいね。あいちゃん、モテモテだ。持てないよ。持てない。三角チョコパイ食べたい。え、食べたい。ああ、なんかすね。持っておいでよ。うん。ありがとう、教えてくれて。私全然気づいてなかった。今日は新規に iPhone 契約しに行きたい。人の子に戻せよくなった。ねえ、私さ、最近 iPhone のストレージが足りなくてさ、困ってる。うん、私 iPhone 変えるとき絶対最初からするの。ああの引き継ぎとか一切何もしない。マジ？うん、すごい。うん、全部引き継ぎ。なんか新しい感じしなくない？意味なくなる。そしたらもうやばい。私え、ギガ足りてない。写真何枚ある？9万枚。え、もうすぐ10万。え、いや、それ iPhone のストレージ何の人？1番上だか。 1TB。 え、すごいね。私その下ティーンだよ。配信してます？してるよ。あの差し入れのやつがなんか2種類あって、なんかパフェっぽいやつで、うん、見ました？これ一見てないんだよ。いいよ。あれ、いいよ。じゃあ一緒に行こう、一緒に。やばい、後輩が優しい。見て、私のシンセサックスのでっかいやつ。え、見た？後輩が優しい。アミちゃん好きなの撮ってどうぞって。でももう撮ってあるんだ。1テロ1倍なんだっけ、なんだっけ、その 1番上のやつにするんだったら写真とか全部
引き継ぎたいんだけど、私ね3万枚ぐらいかな、3万枚ぐらいあるんだけど、写真とかがなんかもうね無理。1テラにしたい。1テラ高い。1テラって高いよ。20万ぐらい、分かんない覚えてないけど、なんか写真がありすぎて絶対20万ぐらいするよね。写真がありすぎて普通の iPhone じゃダメだって思った。確かにプロじゃないといけない。私もそれにしようかな。美味しそうなんだけど。私はこっちにしたよ。え、ちょっとちょうだい。いいよ。やった。ダメって言ったら。え、ダメって言ったら秘密で食べる。どうやって。缶コーヒーじゃないよ。アイスだよ。アイスじゃないや。お茶だよ。じゃあもう一号にし。あ、いってもダメ。これピスタチオなんですよ。え、ピスタチオ、うん、やった。どうやってさ、うん、すくえばいい。もうここしか出ない。あー、もっとちょっと後でもらうわ、うん、あっ下手くそ。ありがとう。いや、待って待って。オダマかわいい。ナバレかわいい。え、うまいですか。うまいですか。うまい。やばい、嬉しい。マキノさん、ありがとう。あ、ああ、エラオジありがとう。エラオジありがとう。え、これシール。あ、シールやった。あ、シールじゃないよ。いただきます。食べる。うーん、そう。ねえ、隣の子にもキスしたいとかそういう変なコメントするんだったらブロックするよ。隣の子にもキスしたい。アメちゃんにキスしたことある。そんなね、セクハラコメントするんだったらね。うちはしたことあるけどね。晒し上げるからね。聞こえよ。おいしい。ランちゃんの声がするって。ランちゃんいるよ。ランです。チーズ、チーズ、うん、食べてみたい。優しいね。うん、うまい。プレゼントかん、おと、プレゼントお届け完了だって。ありがとう。なんか甘々だね。うん、糖分。ピスタチオだよ。ピスタチオ最近好き。うん、なんで？こねてます。おじさんが似らない。この格好めっちゃエッチだよ。うそ。バンされないように。バンされないだろ。だってオープニングで着てるんだろ。オープニングがバンの。確かに。どこのスイーツ。パルフェシャンティ。高そう。高そうですね。ランちゃん、生誕どっちでやるの？言ってない、まだ。今、じゃあ表して、どっちやるか。
あの表情しなきゃ決まってないんですよ。ああ6体って言ってたけど、うん、衣装的に陛下もって思い始めたっていう。あーね、でも6体の方がメンバー選べるよ。そう、そうなんですよね。うん、底面でやりたいって。いや、剣やったら来年もできるかなみたいな。あ、それレブス絶対は延期になる、うん、言えば。さっきの公演見に行ってたようだって。おいーい。684日達成。イエーイ。ありがとうございます。角度によっては何も着てないっぽく見える。なんでだよ。ランちゃん木体公演だよねって言ってるよ。え、うん、バッチありがとう、かわいい。お疲れ、まさこべありがとう。ソラノンとなんか裏話ある。なんかめっちゃぶつかったんだよね。いや、ぶつかった。いや、もうぶつかった話みたい。なんだっけな、なんかの曲ぶつかったんだよね。ちょうど歌おうと思ったらハプニング。ずっと叫び声が聞こえる。モギモギさん、眠い？眠いって。いやー、くすぐったよー。くすぐったよー。あの子になりあいやるに送ったこと。もう甘すぎて、やばい。無理ですか？あとで食べる。甘々。全部食べた。すごいね、あんたたち。若い。あ？ん？違う。あ？同い年はやばい。同い年はやばい。さっき時間なかったからね。マジそれな。え、うちらな1時間もうしないで、うん、あれ準備したよね。うん、お疲れ様でーす。ほんとくすぐったい。このゾウさんくすぐったい。くすぐったい。ナナはね、今甘えてる。甘ですね。ね、超甘い。これ味噌汁飲みたい。あ、わかる。でも昨日味噌汁だった。そんなさ、匂いでささやかれてめっちゃゾクゾクなんで。え、味噌汁、え、え、じゃあないの味噌汁。ない。え、ごめん、残してくれなかったの。ほんとだよ、ごめんね。大好きな味噌汁。じゃあうちのロッカーに入れとくわ、味噌汁。入れといて、常備しといて。分かった、フリーズドライのやつ。超美味しいのね。味噌汁ってガチでうまい。の味噌汁だったささやき。味噌汁のささやきを癒やす。うまうまうま。あまあま。私も全部食べる。だってこの生クリームのほぼ。うん。
ピスタチオだと思う。うん、うんうん、だいぶ甘かったけどね。神何すんの次。ねえ、ひなのラブベリー知ってる？うん、ラブベリー、うん、知ってる。あ、知ってるんだ。知ってるよ、世代だよ。え、世代？え、うち嘘でしょ。幼稚園の時、塾行ってた時に。え、待って待って待って、幼稚園？え、怖っ。え、塾行ってたの？塾行ってて。幼稚園のに？そう、幼稚園の塾行ってた時に、帰りにちゃんとやって帰ってたのか。やろ。え、待って、幼稚園に塾あんの？どういうこと？なんか、そういうのがある。へー、うちそこのね、ポスターやってたって。えー、すごい、かわいい。え、じゃあ知ってる名前、名前じゃないや、歌。渋谷のワンコが待っている。あ、待って、知ってる、知ってる。なんだっけ、あのなんだっけ、全然覚えてないけど、 ABCDE いい感じじゃない、ワンツースリーでジャンプしよう。あと渋谷のワンコが待っている、トゥントゥントゥン、ありえない。ありえない知ってる？ね、なめっちゃ懐かしい。ありえない知ってる？何が？ありえないっていう。私覚えてないでしょ。いや、覚えてない。それ覚えてない。なんかあのなんだっけな、その例えば、そのストリート系とかで、うん、あの変な髪型、例えばアフロとかの、うん、あ、うん、すごい、アフロとかになっちゃったりすると、うん、なんかさ、パラメーターみたいになったの。メーターがあって、そのなんか絶対に合わない髪型とかを当てはめていくと、ありえない、いい感じとか言って、超超面白かった。うー、あ、今当選。今何時ってか、そんな30分皆さん、生誕当たりました？当たったかにゃん。メール来たらしいよ。絶対今みんなドキドキだよ、心臓。心臓ドキドキじゃない？もうどうせ、どうせみんな今確認してるんだ。来た人とかいる？あ、来てない人もいる。当たったよ、だって。おい、みんな当たってるの？どうなの？当選です。今事前支払い済ませた。ごやおー、ごやおー。あ、ねえ、私スタバ持ってきたの。え、ちょっとスタバ持ってくる。ちょっとみんな待ってて、ご飯もちょっと片付けてくる。じゃあ、そうじゃん、私スタバも買ったんだ。そうじゃん、忘れてた。行っちゃいました。行っちゃった。帰ってきてほしい。早く帰ってきてほしい。早く帰ってきてほしい。
だかな。ありがとうございます。なんで行っちゃう。まあ、寂しい。はい、帰ってきてるし。あった。あんじゃん。ひななボスの MC 頑張ったね。めっちゃ頑張った。むずいよなボスの MC。じゃあ何言う。夜公演何しよう。夜公演どうしようか。ちょっと待って。よし、劇場ペイペイ支払いなので当日に、ペイペイできるんだ。そうだよ。ペイ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 。結局何、みんなが当たったのか当たってないの、どっちなんだ。ありがとうございます。当たりました。だってナイスね。本当に危ない。今ちょっと待って。じゃあの、あれが落っこちるかと思った。飲み物が。ああね、それはちょっと。携帯は取られていいんだけど、水が、水がね、ちょっと、まあ、空っぽっちゃ空っぽなんだけど、怖い怖い。空っぽ。アミちゃんの最近の喜怒哀楽があったら教えてください。木って何？喜び？うん、うん、ないです。ないんかい。喜怒哀楽ないな。ないんかい。初めて坂上公園来ました。みちゃんの初めてめっちゃめちゃめちゃかっこいいしかわいい子でした。ありがとうございます。ないです。ないっす。ねえねえ、ゾワゾワすんねん。くすぐったい。くすぐったい。この人くすぐったい。何してんのさっきから。何してんの。待ってる。待ってるよ。のみちゃんに思ってる。いや、くすぐったいの。ね、くすぐったいの。ああな。ゾワゾワするしない。するよ。この辺がね、なんかゾワゾワ。しないの。ゾワゾワってくるよ。何を見せられているんだ。いや見せてないのよ。
分何時かだっけ6時うんあと1時間2時間あそっちさっき言われちゃう何時だっけ何時に、うん、あと1時間ってことだよね15分だったらうんおおもう1時間後には美味しくなるやばいねやんちょっと待ってよ、うん、あでも14分14分から始めましたので、じゃああと15分ぐらいやろうかな。眠。みんな意外と当選してるじゃない。やったね。嬉しいな。スーパーサイなんて言おうかな。見て。チャリーン。道楽メール来ただって、うん、でも私が正直出てほしかったメンバーたちは波動に駆り出されてるんです。どう思いますか。波動のメンバー早く決まりすぎやろ。それなバリ早い。バリ早いだったらさもっと早く展開してそれそれ展開してくれる、うん、で私が今日抱きしめられたのでさめっちゃほら痛そう。あれさ絶対さあざできてんのさ抱きしめられたら運転なんだけどはいはい痛いしあざ作ってもらうし借り出されてるんですよね。私はユーナーモギオンだから劇場公演でも大丈夫。え、どういうことですか。どういうこと。などういうこと。今日はズッキーたち16期オーディションの合格6周年だって。すごい、すごい。私たち合格周年いつだろう。うちは11月だった。覚えてるそういうの。だってさ、記念日多すぎて分かんないんだよね。あ、分かる。オーディション合格日は確か2月とか1月かな。分かんないかな。理科の日に歌う。理科は、うん、理科は憧れだ。何の歌ったかな。ロドス、うん、あのパーティー。へぇ、全然覚えてない。パーティー歌って MC 出る。もう覚えてる。え、それみんなで。みんなでやった。あの姉妹グループのドラフトセミナー一緒にやった。全然覚えてないな。ビビオのお披露目はサイベリー。それで何した。ああ、あなたがじれたい。あ、ね、あ、本当に危ないよ。ダメ。何しよう。大事。15期の合格日は2013年1月19日だよ。1月か。じゃあ1年経ってない。何が。うち2013年のうち1月だよ。え、そうだよ。そ、1年は経ってない。え、ドームツアーも2013年だっけ。うん、ドームツアーでやることもある。え、そうだよね。そう、そうだそうだ。だからでドラフト会議が始まるって聞いてもう大号泣した気がする。え、なんかその時研究生みんな泣いてて、だから17期のあの泣いてる理由が分かるのよ。あ、うちらもうさ、うちらからしたらさ、泣かないの、なんで泣いてんのって感じだけど、なんかその時に痛いほど気持ちが分かるから。そうなんだ。で、岩佐さんがなんか、いや君たちは絶対に損のないようにするからみたいな、
まあ、研究生じゃなくてドラフト生としてなんか集めるけど、なんか君たちの努力は決して無駄じゃないみたいなこと言ってくれて優しい、そう優しかった。私はそう、ね、最初からなんか変な感じ、特別もだって、うん、あ、ごめん、推しメンでいっちゅー。どっちが推しなの？こっち。何ちゃん？しきちゃんです。え？しきちゃん、しきちゃん、こっちは？じゃ、クークちゃんです。クークちゃん、うん、かわいいね。かわいい。あ、だから青にしたの？みんな。え、そう、わかった？あー、あ、見ちゃいますか。え、これも青じゃん。え、そうです。え、これはもともと青だよ。これ青とかあるんだ。夏生まれ、夏生まれでいいんだ。なんか何 iPhone 何 iPhone12 Pro。 え、これってあれある？これ、あの、なんだっけ、あの、映画あ、ないじゃん。映画なんかあの、シアターモードみたいな。シアターモード、え、これ広角なんないの？あ、なる。あ、なるか。ビヨーン、ビヨーン、ビヨーン。乗れない、乗れない。ノーマルは漏れません。そんなことないよ。あ、シネマティックモードだ。うーん、ないんだ。私それ欲しいんだよね。え、でもさ、なんか私プロにしたんだけど、うん、11プロなんだけど、なんだっけな、ポートレートが欲しくて買ったのに、うん、全然ポートレート使ってない最初だけ。ダメやん。あ、そう、うち即戦力だ。そうだね。即戦力なの？なんか名義的にはなんか即戦力だったらしい。あ、そうなんだ。え、ドラフト1期生が、うん、ひななが？え、やだよ自分で言うの。もうそうだよ。でもはず。だからなんか研究生ないんだね。そう。なんかその当時めっちゃなんか批判食らってたうち。なんで？なんかなんでさ、なんか研究生やらせないでみたいな。だって言われたもん、あの、とある子に。誰？いや、とある子に。あ、わかった、うん、あの、いいな、中国さん、研究生の衣装があってって言われたこと。私たちは研究生の一緒、え、研究生じゃないから研究生の一緒あっていいなって言われました。うちなんか粗相した？言いなかった。君はなんか、うん、あ、私さ、覚えてないんだよね。なんかさ、絶対なんか粗相してると思うんだよね、うち。え、粗相だったね、よいしょ。え、あ、違う、なんか、あの、失礼なこと。あ、失礼なことをしてたかって？うん。いや、あ、私絶対してたと思うんだけどさ、覚えてないのよ。いや、なんか失礼なことじゃなくて、ただ単に子供すぎて、多分それがみんなにとって失礼なことじゃない。あ、子供、うん、子供やなって。なんか失礼な発言とかしてたらあれだなって思って、覚えてないけど自分では。いや、だから、だからその時、うん、何の時だっけな、あれでも、え、デビューいつだ？が2月ぐらい。あ、どれが？公演が？違う違う違う、あの、もうお披露目されたのがいつ？11月だっけ？11月にドラフト会議やった。で、私こう、あれ？待って、あ、で、来年の2月にあれだ。あ、そう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 、うち来年の2月に。え、え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ？私デビューが6月で、あなたは？デビュー、あ、え、え、違うよ。え、リクアワの時ってこと？うん、初めてドラフト生ですってお披露目した時が、2013年、2014年の2月。ああ、なるほどね、うん、ああ、なるほどなるほど、東芝大で。なるほどなるほど。私が2013年の6月で、2014年の2月でしょ、うん、が半年間かぶっ、あ、あ、待って、え、11月にオーディション合格して、その2月までは何もなかった。え、で、あの、あれあったじゃん、大祖国祭りで、あ、そう、あの、昇格したから。そう、大祖国祭りはいつだ？2月でしょ。そんくらいかな。え、
大阪祭りっていつだっけ2月じゃなかった。覚えてないな。でも冬だったよね。うん、長袖着てた気がする。え、で、なんかのコンサートの時に言われたんだよ。あ、でも昇格したかな、なんかそう言われたんだよね。なんか研究室で、へえ、またイチャイチャしてる。ありがとうございました。あ、そう、メグとミヤビよりは私は先にお披露目したいです。やばい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 、ね、劇場スタッフさんとグリーさんが実況しなくていい、イチャイチャして実況しなくていい私さ、駅前とかでさチューしてるカップルとかさ、マジでさヒューって言っちゃう。やめてヒューヒューやめてヒューヒューって言っちゃう。怪し立てない、怪し立てるよヒュー。だってさ、イチャイチャするところじゃないじゃないですか。あのあれね、そのみ、ま、道端とか、うん、あとあれ超面白いのが、あのもうさ、私この間さ夜遅く帰った、帰ったんですよ、お仕事でリハが押してて夜遅く帰った時になんか駅の近くでなんかもう一生抱き合ってるカップルがいて、うん、なんかもうあの別れを惜しむ感じ、なんか帰りたくない、でも帰りたくないみたいな、ずっとなんかイチャイチャしてるカップル見て、はよ帰れって思っちゃった。何しとんねん、こっち明日も朝からリハやねん。もうなんか悲しくなる。楽しそうでいいですね。え、本当になんかカップルが駅とかでイチャイチャしてるとマジで見ちゃう。見せつけなんか見てくださいって言われてるような感じするから、え、見てあげますよ見ちゃう私。え、そういう人に限って自分もそうなったりするよねって私に言ってんのそれ。もっともっと喧嘩売られてるぞ、喧嘩売られてるぞ、喧嘩売られてるってあんちゃん。なんか憧れる。え、憧れる。え、やだ、絶対やだ。いや、いいんですよ、いいんですけど、めっちゃ見ちゃうって話。ダメとかじゃないよ、全然やっていいんだけど、あーって見ちゃう。何時今？周りなんて見えないのよ当事者は。って確かに確かに。いや、一緒の家には帰れないんだな、意味深って見ることはある。あ、確かにね、確かに。だから駅の、あの改札の付近で帰りたくないって言ってるカップルを見て、私はあ、やばい、もう早く帰んなきゃいけないのにって思いながらカップルをこう横目で見て、あなたたちはいつまでイチャイチャしてるのかしらと思いながら、私は電車に乗りました自分たちだけの世界入っちゃってるから見られてる意識ないんだよね、やっぱ。そうなのかな、すごいね。あ、じゃあスクショタイムしてから終わります。応援、じゃあ一緒にスクショタイムしよう、うん、頑張る。はい、わっち、ありがとう。ありがとう、ありがとう。いや、いいんですよ、イチャイチャするの。だけど私がその私は急いで帰ろうと思ってる横でやってる頃
早く帰んなくていいのかなって見ちゃうだけ。まさこ部屋ありがとう。ありがとう。ではでは終わります。ランキング読みます。13位、高坊、12位、千秋、11位、和幸さん、10位、ネギトロマキさん、9位、ミーヨンラブさん、あ、わかんないです。ミーヨンラブさん、ちょっと読めない、この先が。8位、針の土学、7位、ニナさん、6位、ヨウさん、5位、モアイ、4位スカジー、3位マサコ部屋、2位ワッチ、1位ユーティゼータさん、ありがとうございます。スカジーお花束ありがとう。ではでは夜公演も行ってきます。あ、そうだ、生誕だったね。うん、次の生誕。バイバーイ。バイバーイ。See you。